はまだたくさんの紙袋を抱えたままでこの手紙読んでいるだろう。これで最後の男の気まぐれとしてどこかそこらの窓から捨ててくれ。きっとな一緒に暮らしたかった二人でいつも立ち止まってしまうあの赤い連夜の寂しさは風にごまかされていつまでも消えそうもない。僕の本当の一言がまだ二十歳前の日々を締めるなんて。だから行く先は僕の友達に聞いてくれ。君に会わないで行くか。今頃は僕もまた昔のように、どこかのカフェテラスでビールでも飲んで